皆さんおはようございます。おはようございます。ただいまより2014年7月3日第一礼拝を始めていきます。ではその前に総額の中で主に静かなのを祭り取りたいと思います。Thank you.
返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを切ったがまた包んでくださる方。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。愛する天のお父様、あなたの聖なる名を賛美いたします。この主の日の聖礼拝に兄弟姉妹お一人お一人を主が導いてくださり、この礼拝もあなたご自身が開いてくださること、また導いてくださることを感謝いたします。このすぐ1週間のあなたの素晴らしい一つ一つの御業の上に感謝いたします。また私たちに日曜の糧を与えてくださり、またそれ以上にあなたの言葉によって私たちを生かしてくださりと、今までのようにではなく、本当に主が新しく私たちの道を与えてくださっていることを感謝いたします。この礼拝が本当に私たちの感謝と喜びの礼拝となりますように、また心からのと祈りを持った礼拝となりますように、神様が本当に導いてくださいますようにお願いいたします。またイエス様の愛の広さ、高さ、長さ、深さを本当に少しでも私たちが知り、とそのことをこの新しい習慣もと証しするものとなることができますように覚えてください。また全世界で行われている礼拝、特にこの教会の関係である聖聖連合の働き、また花巻の働き、また所沢での働き、またフィリピンでのイーファイズの牧師たちの働き、またオーストラリアのブライアン牧師、ハトリー牧師の働き、主が覚えてくださり、あなたの素晴らしい働きをその中において今日も推し進めてくださいますように、どんな中にあってもあなたの言葉はつながれておりませんので、本当にその言葉が行き渡っていきますように、また知らない方々のところに届きますように、主が働いてくださいますようにお願いいたします。また私たちの関係者の上にも覚えてください。どうか癒しが与えられ、救いが与えられ、解放が与えられ、また問題の解決が与えられますように、私たちも御言葉に立っていつも感謝をし、また信仰を持って、信仰の告白を持って歩むことができますように導いてください。この時を感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では次のグループにお願いします。歌手とインマネーションの会の中から詩さんが聞かれていると思います。Me.
Bye.
私がイスラエルを癒すとき、イスラエルの父とサマリアの悪とはあらわにされる。彼らは偽りを行い、盗人が押し入り、外では略奪隊が襲うからだ。しかし彼らは心に言い聞かせない。私が彼らのすべての悪を覚えていることを。今彼らの技は彼らを取り巻いて私の前にある。彼らは悪を行って王を喜ばせ、偽り事を言って市長たちを喜ばせる。彼らは皆貫通するものだ。彼らは燃えるかまどのようだ。彼らはパン焼きであって練り粉をこねてからそれが膨れるまで火を起こすのをやめている。我々の王の日に市長たちは酒の熱に病み、王はあざける者たちと手を握る。彼らは陰謀を持って近づく。彼らの心は小窓のようで、その怒りは夜通しくすぐり、朝になると燃える火のように燃える。彼らは皆小窓のように熱くなって、私たちの裁きつかさを焼き尽くす。その王たちも皆倒れる。彼らのうち誰一人私を呼び求める者はいない。エフライムは国々の民の中に入り混じり、エフライムは生焼けのパンガスとなる。他国人が彼の力を食い尽くすが、彼はそれに気づかない。白髪が生えても彼はそれに気づかない。イスラエルの高慢はその顔に現れ、彼らは彼らの神主に立ち返らず、こうなっても主を尋ね求めない。エフライムは愚かで思慮のない鳩のようになった。彼らはエジプトを呼び立て、アッシリアへ行く。彼らが行くとき、私は彼らの上に網を張り、空の鳥のように彼らを引き落とす。その群れが騒々しくなるとき、私はこれを凝らす。さあ、彼らは私から逃げ去ったからだ。彼らは首にじられよ。彼らは私に背いたからだ。私は彼らをあがなおうとするが、彼らは私にまやかしを言う。彼らは私に向かって心から叫ばず、ただ床の上で泣きわめく。彼らは穀物と新しい葡萄酒のためには集まってくるが、私からは離れ去る。私が訓戒し、私が彼らの腕を強くしたのに、彼らは私に対して悪事を企む。彼らは虚しいものに立ち返る。彼らはたるんだ弓のようだ。彼らの首長たちは神を罵ったために剣に倒れる。これはエジプトの国であざけりとなる。後ほど心から生焼けの干菓子と対して当主がベニヤミンの中の牧師を通して語ってくださいます。ではその前に賛美グループ1の奉仕をお願いいたします。賛美歌の162番幻の影を見てというクリスさんのお母さんが泣いて思っているという面白いなって問い合わせをしているという賛美です。
はい、ありがとうございます。それではもう少しください。もう一度歌います。歌集から281番、316番、2曲。Oh.
私は生ける神のことを思って今日まであなたに語り続けてきたと主は仰られます。あなたが意識するとしないとにかかわらず、あなたの思いの中に私は確かに神の言葉を与え続けてきたと主は仰られます。私は常に真実なものであると主は仰られます。ですからこの私に信頼し、またもう一度このどこから間違ったのかあなたは思い返し、また私の道を求めなさいと主は仰られます。私の道は真実なので、確かにあなたがその道に帰るとき回復が始まってくることを覚えなさいと主は仰られます。私はあなたに生ける神の言葉を持って救い、また言葉を持って今日まで導いてきたと主は仰られます。さらにあなたはこの私の言葉に日々歩み、これによって歩み、これによって道を決めていく必要があると主は仰られます。私はあなたを大いなるこの祝福で満たし、多くのまた神の技によってあなたの生涯を満たそうとしていると主は仰られます。それまでこの海外派遣に過去に何回か行かれた方、また1回も参加していない方の中においても、主がもう一度この立ち上がらせ、またその技に就かせようとしておられる方々がいらっしゃることを覚えなさいと主はされます。確かにこの時間がかかり、またお金がかかり、またあらゆることを調整するという戦いがありますが、この世界宣教の働きは教会を祝福し、またあなた自身を祝福し、またあなたの家族を祝福する大きな鍵となるものであることを覚えなさいと主は仰られます。ですからあなた方一人一人はそのことのために祈り、また自分が行けるようにまた祈りなさいと主は仰られます。私のこの声に聞き従い、またこの働きをするとき、確かにあなた方の中において何かが変わってくることを覚えなさいと主は仰られます。ハレルヤ。それでもう一度316番、オーグローリーハレルヤ、これを歌います。はい、今日から下半期の7月に入らせていただきました。